俺の名はモブを奇跡的に合コンの人数合わせに誘われたなのに女の子が全員ドタキャンってどういうことだよ。くそ、手当たり次第知り合いに連絡だ。なんで、なんで全然返信返ってこへんの。日曜午後とか全人類が一番暇してる時間やん。落ち込んでるねモブー君。僕が女の子集めてあげようか。師匠どうしたここに。っていうか今の本当。僕は恋愛フラグだからね、助けてあげるよ。助かったよ師匠。じゃあ3人集めてもらっていいかな。任せて。いや持つべきものは師匠だよな。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。ゴーカー楽しみだペア。俺この戦いで絶対彼女作るんだ。お待たせ師匠。待ってたよ。今日はよろしくフラグちゃん。っていうか生存フラグさんまで。どういうこと師匠。なんで合コンに二人が。合コン？おい貴様、食べ放題に行くと言っていたのに合コンとはどういうことじゃ。合コンも食べ放題と一緒だよ。モブオ君がおごってくれるんだから実質食べ放題だよ。え？俺がおごるの？あれ？そういえば男性側一人足りなくない？ちょっと遅れてるみたいで。あ、ちょうど連絡来た。すまぬモブオ殿、急な腹痛でトイレから動けないでござる。え？大丈夫？うわ、腹痛のビッグウェーブがまた来たでござる。乗るしかない、このビッグウェーブに。一人欠席みたい。まあ、俺とビリーがいるから今日は楽しく。本当かピャン。どうかしたのかビリー。マミーが高熱を出したピャン。急いで帰るピャン。すまないピャン。合コンではなくなったな。わしらも帰っていいじゃろ。そんな、俺今日までいっぱい練習してきたんだよ。マジシャンに弟子入りしてマジックとか催眠術とか大きくなっちゃったとかマスターしてきたのに。ほらハト出すやつとかできるようになったんだよ。今までずっとハト仕込んでたんですか。女を口説くためにそこまで準備してきたのかこやつは。ここで帰ったらもう暴君の努力も無駄になっちゃうし、お店の食材も無駄になっちゃうよ。少しくらいいてあげようよ。そうですね、もう暴さんはともかく食材に罪はありませんから。俺にも罪はないよ。ろれつが回らない。そうしてフラグたちとモブオの不思議な合コンがスタートした。やっぱお酒はいいね。就活とか貯金とか老後とか嫌なこと全部忘れられる。それダメなお酒の飲み方だよ。なんだか気分が良くなってきちゃいました。フラグちゃん酔うの早っ。大丈夫。全然大丈夫です。いやろれつ回ってないじゃん。まあ今日は羽目を外させてあげようよ。僕たちもついてるからさ。そうですよお坊さん。まあフラグちゃんも楽しそうだしいいか。何か食べ物は頼まないのか。そうですね、何か食べましょう。私はお酒をやりどりローラーになりたらどうでがいりだ。何言ってるか全然わからん。だるがらみ。生存フラグじゃん、お酒飲んでますか。これ美味しいですよ。わしの酒はすでにある。ひどくじだけでいいですから。ねえねえ生存フラグちゃん。うっとうしいわ。フラグちゃんって酔うとだるがらみするタイプなのか。めんどくさいね。飲まん。暑いから離れろ。いやです、飲んでくれるまで離れません。貴様わかった、飲むから離れろ。そうか、ああすれば合法的に胸に抱きつけるのか。俺もあれやろうかな。ボコボコにされる未来が目に見えるね。はいどうぞ。仕方ない、飲まぬとうるさいからな。どうですか、おいしいですよね。まったくこやつは。よしこれをおたくさんに送って金をせびろ。アコギなことするねモブオ君。酔ってふらつく。ちょっと遊んでみようかな。なんか暑くなってきちゃったかも。師匠も酔ってきたんじゃないの。そうかも。可愛く酔ったふりするのは高校の鉄板だよね。俺の席ならクーラーの風が当たって涼しいよ。席変わる。そうしよっかな。師匠。大丈夫ですか、ね、フラグちゃん。酔って足がフラフラしちゃった、ごめんね。これでしーちゃんを煽って二人の距離が縮まるかな。ふぉ、師匠の胸が腕に。え、あれ、なんか感触に違和感。おっと、またフラついちゃった。モブを。仲良しで楽しそうですね。何をやっておるんじゃ貴様らは。
脱ごうとする。なんだか私も熱くなってきちゃいました。何をしておるんじゃ貴様。熱いです、ぬくいです。モブオ君も止めるの手伝って。このままじゃ本当に脱いじゃうよ。いや、俺フラグちゃんの体は守備範囲外なんでどっちでもいいや。どれが言ってなんだ。うわー、俺のスマホが。あれ、生存フラグさん静かじゃない？酔っちゃったのかな。そんなに飲んでなかったと思うけど。あっちゃー、さっきしーちゃんにもらってたお酒、ロングアイランドアイスティーだったんだよ。何それ、エターナルフォースブリザードみたいでかっこいい。確かに一種の必殺技かもね。度数が高いけど飲みやすくて、レディーキラーカクテルとして有名なやつだから。これはいいことを聞いたぞ。早速メモだ。みんなは悪用しちゃダメだよ。このお酒を勧められたら注意だよ。かわいいやちゃんちゃん。どは、何？どうやら無謀くんを猫だと思ってるみたいだね。にゃーにゃー、本当にかわいいの。後頭部に生存フラグさんの生存フラグさんが。酔ってないのに顔が赤くなってきた。嬉しそうだな、にゃーちゃん。なでなで気持ちいい。もっとなでて、コロニャン。ちょっとこの絵面は需要ないかな。残念だにゃ。飲ませに来る。こまめに水を飲まないとニャーちゃんは病気になっちゃうんじゃぞ。ほら飲むんじゃ。猫でもないし、それ水でもない。お坊さん楽しそうですね。私のお酒も飲んでくださいよ。フラグちゃんまで。ニャーちゃんはわしの水を飲むんじゃ、引っ込んでおれ。やだやだ、お坊さんが私のお酒を飲むんです。両方めんどくさ、飲まないよ。病気になっちゃ嫌じゃ、水を飲んでくれ。ちょ、製造フラグと。わー、ずるいです、パタシの。あおう、ぼぼ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 ぼ、酒で溺れる。遠慮しなくていいですよ、もっと飲みましょう。ニャーちゃんは水を飲まないと腎障害になってしまう。もっと飲むんじゃ、ニャーちゃん。うわー、助けていいぞ。翌日。あっ、とっとっと、完全二日酔いだ。おはよう、モボー君。そっか、結局あのまま寝ちゃったのか。って何これ、部屋ボッコボコじゃん。いや、昨日酔ったモボー君としーちゃんとせいちゃんが暴れ始めてさ、僕じゃとても止められなかったんだよね。これどうしよう。お客様。本当にすいません。弁償700万円。じゃあ僕はそろそろ帰るね、ごちそうさま。ちょっと師匠、生存フラグさん、フラグちゃんもう来て。死亡フラグです。ニャーちゃん全然起きねえ、なんか幸せそうに夢を見てる。今は払えないのでどうか時間を。大丈夫ですよ。当店は黒い世界とのコネがありますので、臓器売買やマグロ漁船などお客様に紹介できます。いや、どんな居酒屋。臓器売ってでも払ってください。連れて行け。そんな。モブオの臓器、デッドエンド。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんって、フラグちゃん。